ら、はい、はい、家来社にやってきました。実は事務所の目の前なんですけど、まだ一回も行ったことないんです。はい、2年ぐらい前にね、リニューアルしたんかな。はい、家来社にやってきました。フィニティから徒歩10、5分ぐらいですね。はい、初めて来ました。行ってみたいと思います。プレートランチ、蒸し鶏唐揚げ、おお、そっかな、チャーシューサラダ、ワンプレートランチ、あ、どうだろうね、これ油淋鶏ラーメンにしてみようかな。油淋鶏ラーメン、油淋鶏じゃないの、油淋鶏ラーメン、ちょっと浅いそうですね、油淋鶏じゃないですか醤油鶏ラーメン、あ、失礼しました、みんな上も醤油鶏ランチです。あ、ワンタンスープのワンプレートランチしました。ライスなしでいい、はい、はい、料理なんだこれ、醤油鶏、醤油鶏ランチ800円、ご飯スープ付き、キュウリの付きです。これは何ですか、何やったかな、え、ワンタン、あ、ワンタン、なんだ、はい、醤油ランチの、じゃあ醤油鶏ランチ、うわ美味しそう、ご飯も付いてますね、スープ、おー、すごい、はい、ということでいただきます。なんか素敵なプラスチックみたいなのがかかってます。鳥がすごいね、鳥、レタスに醤油鶏、醤油の味がマッチして美味しい、うん、冷たくてあっさりして、わかるんかい、これ何かのトマト、何の香りやろ、うん、いい香り、ほんまにうまい、うん、野菜が合いますね、大変やな、あんたもいろいろ、鶏がご飯にめっちゃ合います、はい、もらいます、塩コショウをつけて食べます、はい、熱々で美味しい、衣がなんか甘くて美味しいですね、ちょっと、庶民館の中にも高級感がある、いいらしはい、家来社って言って、魚町かな、塩町かな、立町かな、にもあるんですけども、まあそことは同じなんかな、
ちょっと別なのかちょっと分かりませんでしたけど、昼のランチ初めて行きました。醤油鶏ランチですね。鶏の量がめっちゃ多くて、ご飯より鶏の量が多かったので、ご飯をもし大盛りできるなら大盛りにしてみてはいかがでしょうか。私はご飯と、鶏でもうお腹いっぱいなりました。レタスとかもね入っててね、もう味がしっかり染み込んでたので、もうご飯にのせて食べる、これが超おすすめ。醤油鶏ランチこれで800円ですからね。また行ってもいいかなと思いました。もう近いしね。また今度は、醤油鶏ラーメンとかね、いろんなの試してみたいと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。それではまた皆さんお会いしましょう。